こんばんは。
いからね。そんな使い終わりくるどうするの、子供ってのは怖い、うん、はい、何、はい、いらっしゃいよ、こっちに。あ、面白い、失礼しますね。もう仕切れます、おにぎり。出たよ、あんちゃん。詰まってました、あんちゃん。長かったね、あんちゃん。すごい食べてる。濡れは集中で、濡れは、はい、そう。
ですね、
サクサクと行きましょうか。告知タイム、まだ行ってない方おられましたらお願いします。はい、けいちゃん、けいちゃん、サボチンがドラムで、セがベースで、友達がギターボーカルで、友達は大丈夫ですか？私は大丈夫だよ。まあ、多分だ、あの既婚者なんで。いや、だからこそないわ。それドロドロはい、そんで、オクリチっていうバンドで今度は、はい、初ライブをやることになりました。なんと11月、来月の26日の土曜日に、ここで、ボッパーズで、サボチンプロジェクトらしいです。で、あの対バンがヒデさんのポケロケさんと、あのブラウンバニーと、あともう一個はちょっとすみません、お名前が分かんない。ブラックチェリー、はい、ブラックチェリーさんで、ワンバンドでやりますので、はい、8時スタートで、多分トップバッターでやらせてもらうんで。皆さん、はい、熱い青春ロックです。青春ロック、青春ロック、青春ロック、はい、すごい、あのすごくいい曲なんで、これ哀愁ロックなんで、哀愁、はい、で、はい、あのすごくいい曲なんで、ぜひ聴いてほしいです。26日土曜日の8時からで、多分トップバッターになるんで、皆さん早めにお仕事を切り上げて頑張って8時に集合してください。仕事ねえよ、仕事なんか、はい、お願いします。実は2人今度結婚することになりました。あの国籍も変わります。以上です。あ、今度の日曜日ここで久しぶりにポイズンコアやります。2人でね、あ、こポイズンコアの由来、ポイズンコアの由来、あ、ポイズンコアね、あの彼がつけたんだけど、どういう意味かわかりますかね。どうぞ。ポイズンコアですか。コアシーあれですよね。だね。あ、でも答え言う前に、はい、つまり、はい、あれですよね。あれのことですよね。あ、だから違う違う違う。ポイズンが毒で、あのコアが死んで毒死んということですね。コンパあのぜひよろしくお願いします。ということで、あの今度の日曜日ここで、あのあこ時間は何時ですか、マスター？7時スタートでお願いします。はい、あの順番は今決まったの、朝の人いいよ、また朝の人でそれは何も決まったろう。よろしくお願いします。ダジャルもこれぐらいで3年ぶりぐらいですね、スリーホロコシで。そうそうそう。ああ。来てよ来てよ来てよ。就活就活。就活行く行く行く。どうしよう。はい、じゃあよろしくお願いします。来週は歌うぞ。来月歌うぞ。ゴーゴー。トリト。早い。何中中トリト。次さとみ。ジョン君、ジョン君からなんか告知があるもんで、ちょっとジョン君、シュウヘイちゃん、あの私の二人の青いツバメが、シュウヘイちゃん、キーホイがちょっと早くいらっしゃいな、シュウヘイちゃん、お母さんが早く早く来て、はい、じゃあジョンとシュウヘイから来月23日。ちょっと
というわけで決まりました。チコさん、ベンジャミンさん、23日アルマジロで、バーバラ&ロメロスペシャルでした。行くなよ、アルマジロ。どこ実はその日自分ダブルブッキングで、おいその、まあ、個人的なんですけども、その日あの2バンド出るんで、自分アルマジロで、もう一個はあのブルースワークショップっていう、ワーク森さん、名古屋の方のブルース勢の人が集まった、あ、いろブルースセッションの人たちがやってるバンドみたいな、それの、ドラマで俺がやりますんで、まあその日自分ダブルブッキングですが、よければ。23日です、多分夜です。詳しいことは決まってないので、ね、そんな感じで、よろしくお願いします。いつもさんがおめでとうございます。あ、いつもさんじゃないか、あ、おじめさんだ。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。次のおらんで、事故ですいません、ルミオさんのリュックサックの茶色いバッグはどっか行くの、見つかりました、あった、あ、オッケーオッケー、あー、どうもどうも、いらんこと言いました、すいません、どうぞ。フライヤー、フライヤー、あとで、皆さんご協力いただいた寄せ書きの方を、あのまたお時間ある方、また見てってください。あの集合写真を拡大したやつ貼ってありますので、またじっくり見てください。ありがとうございます、ありがとうございました、協力。手作りだよね。すげえ。手作り。お前何と思うやろ。ありがとうございました、皆さん、本当に。ちょっとね、もう一つ最後、12月10日なんですけども、第2回目、あのビートルズセッションやりますんで、ぜひですね、別にガチでビートルズのまんまじゃなくていいですし、あのビートルズのことを歌った歌でもいいので、ぜひ参加お願いします。フライヤーは杉本さんが作ってくれました。今回マッカが忙しいのでね、今杉本さんも忙しいんですけれども、本当にありがとうございます。これものすごい凝ってるんで、またちょっとアップさせていただきます。12月10日土曜日ですね、ビートルズといえばニートルズ、わあ、よろしくお願いします。ビートルズセッションですね、どんなアレンジでもいいです。もうバウアウ版ヘルタースケルターとか、浜田丸版ヘルタースケルターとかありますよね、すごいかっこいいのが。そんな感じでウィアレスの方のビートルズセッションをやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後に皆さん本当にありがとうございます。ごめんなさい、次は誰でしたか、ゲンね、ちょっと気が早いんですが、12月の何でしたっけ、21水曜日、ボッパーズ大忘年会がまた巷で開催しますので、行く年来る年ですので、はい、皆さんぜひご参加、そのうちコミを立ち上げますので、またよろしくお願いします。これもすごい楽しい光景が見れたよね。あんまり覚えてないですよ。
ネツーさんから告知です。今週の金曜日なんですけれども、サリアのレオンというクラブレオンというところで、サイローのアーバーがあるんですけれども、サイロー代表のパンさんのメールでは、とりあえずなんか詳細はアンダーグラウンドな感じなイベントだそうです。アンダーグラウンドな感じなとても楽しいイベントだそうなので、またよかった。またね、時間がある方はよかったら遊びに来てください。お願いします。どちらさんもお疲れ様でございました。はい、ボッパーゼルカビリー番長アシンでございます。はい、13日11月ですが、日曜日に、イベントやります。ポケロケとあとはリリー&バックヤードレコードってあの名古屋 の、 あの女の子ボーカルのバンドがと、それとあのそこのドラマの子がパンクバンド組みまして、マキシマムというバンドなんですけど、3つでやります。はい、あここでボパスで、はい、で26日はさっきケイちゃんに言ってもらったんで、あのサゴチンプレゼンス、サゴプレで本人いませんが、あのメタ見れないブラバにも見れますから、はい、ぜひ来てください。あのそれとちょっとあの遡りますけど、今月の頭にあのここであの僕の主催のロカビティナイトって1周年やらさせていただきました。おかげさまでたくさんの、お気持ち集まりました。本当にありがとうございました。この場をお借りして感謝します。ありがとうございました。以上。はい、もういいですか。ベティさんの、え、ベティが、ベティ、ベティ頼むよ。ベティ、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 ありがとうございます。リリー、リリーちゃんいい？え、アンフィニッシュとか小粒とか、はい、あ、そう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 、今日ね、あのミクシーの方で川くんが作ってくれた CD とか DVD がいっぱい、 DVD やブルーレイが来てます。皆さんお金を払って持って帰ってください。ヤオンのライブのやつになりますんで、お願いします。一バンドに1枚、ブルーレイが500円で DVD が100円です。うん、そういうことです。川くん、お疲れ様です。ありがとうございました。あ、いた、ごめんなさい、ありがとうございました。本当に、はい、お願いします。あ、どうも皆さんお疲れ様でした。コンパやりたいです。ちょっと映像担当からですね、今回初めて DVD とかブルーレイ作ったんですけども、ちょっと申し訳ないんですが有料でですね、ミクシーの方にあのスレッドがありますので、欲しい方は、ブルーレイが全部バンド入りで
500円で、DVD は一番独自なんですが、ぐらい100円です。で、今後ですね、こうやって今ライブ中継してるんですけど、まあ、それを DVD にしようかなと。で、まあ、それはちょっと申し訳ないんですが、1枚ですね、1ライブにつき500円もらう。で、仕上がりはもうネット上にあるムービーそのまんま DVD に焼いたやつなので、多少画質は悪いですけど、まあ、特に BRS 長いんでちょっと画質を落とさないと入らない場合があるんですが、まあ、1枚500円ぐらいで、やろうかなと。で、売り上げはですね、まあ、ミクシーも書いてありますけども、まあ、マスターなかなかお金出してくれないので、映像機器とかですね、まあ、欲しいソフトとかいっぱいあるんですね。残念ながら今 iPhone で、ライブ中継は見れるのかな、録画配信が見れないんですね。まあ、いろいろそのソフトがないと見れないっていう制約があるので、そういうの買ったり、あとまあ、需要があればですけど、iPhone とかスマートフォンに入れれるムービーもですね、まあ、どういう形になるかわからないんですが、配信していこうと思いますので、皆さん、DVD バンバン買ってください。あと、コンパ、ミクシーにコンパやりますって。コンパやります。業務連絡いいですか。シートスバー借りたいんだけど車が2台邪魔してます。ステップワゴンの1890、あとサトミンのゴミ005。すいません、いいですか。そうするとシータスが無事脱出できます。みんなでシータスの脱出に、ね、お手伝いしましょう。ということでした。コンパ大コンパ、コンパちゃんと規模がすごいでかいんですけど、日にちは11月19日土曜日。なんで時間は7時から11時の4時間。4時間で一応、まあ、すごいちょっと規模がでかすぎるんですけど、岡崎町中合コン大作戦。すごいなそれは。参加資格は20歳以上の男女。おいいじゃん。同性2名以上で参加申し込み可でございます。で、総人数は男100人、女100人。厚生庁わかりますかね、皆さん。わかりますか。岡崎人ですもんね。厚生の飲食店6店舗をはしごしながらの合コン企画です。で、食べて飲んで街を歩いて楽しい時間を過ごしましょうっていう。今、エッソコさんが質問があるんだ。エッソコさん、20歳以上の男女だったら誰でもいいと思うの。年齢制限上は多分ないと思う。仕事とか岡崎とかじゃなくていいんだな。そうそうそう、全然もうどこでもいいです。そうそう、来れるならどこでもいい。で、チケット制なので、みたいなので、チケットはあちゃらでも売っておりますので、私のバイトしているとかですね。今週もいます。6店舗が、ちょっとなんか、どこかわかんないんで、もし興味がある人はメールくれたら、詳細を送るので。100対100。よりよりみどり。この日私アチャラでバイトします。外れなし。いやそれは分かりません。きっと当たりなし。仲良くなろうとかでね、考えればいいかな。そう、こんなことあるので、もし興味のある方はメールを、あ、募集、そう、声かけてください。ちょっとなんか人数が足らないみたいなので、
そう、友達誘える方は5、6人誘って一緒に参加してくれるいいよね。どこ行ったの？よろしくお願いします。あっちに行ってくれて、はい、ありがとうございました。すごいですね。ということでですね、皆さん、今の100対100合コンですね、すごいアイデアだと思います。そらちゃんに拍手をお願いします。こんな感じでですね、またこの辺の三河地方も盛り上がっていくのかなって感じなんで、ぜひ皆さん、この後そらちゃんにですね、申し込んでいただいて、面白い、すごいいい店いっぱいあるんで、ぜひお願いします。ということで皆さん、あとはよろしいですか、ポールとか。とりあえず来月ぐらいに、ゴバラ族の告知は来月の告知でね、多分終わった後だよ。あ、大丈夫。はい、ということでですね、この辺も名古屋もですねミックスして楽しみたいと思いますけれども、皆さん今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。もう本当に、ではですね、あとはのんべんだらりとですね、明日仕事だと思いますけれども、心置きなく、明日仕事のために飲んでいただいて、帰っていただくように、というか気をつけて、帰ってくださいね。皆さんよろしくお願いします。で、来月はアニメセッションの方ですね、書き込みの方をお待ちしておりますんで、今回初登場の方も結構多かったですけども、アッシュ君とか、ユアショック、よろしくお願いします。はい、ね、そういうことです。来月に撮っといたんだよね。っていう感じでですね、終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。違うバンドが入ってたらですね、買ってないバンドが見れちゃった場合は返品交換しますので、ミクシーの方に違うバンドが入ってるって書いてくれれば交換します。すいません。すいません、通ります。はい、あの全部やると、全部ジャビーと、お願いします。体に当たらない。
美味しかったマスター、ありがとうございました。マスターありがとう、美味しいです。ごちそうさまです。